さあ、蔦屋の大野さんから、あ、ごめんなさい、豊さんからいただいちゃいました。すげえ、はい、というわけで、まずは月なんのこのコーナーです。やりにくいわ。いや、これもらったけど、そういうコーナーじゃないから。はい、ということで、続いては、すみません芸人の行きますキャンパス。はい、はい、もういいって、犯罪犯罪犯罪ですね。はい、はい、ということで、今回はですね、あの大人気コーナーの第2弾ということでね、行ってまいりました。それでは VTR どうぞ。はい、ということでですね、はい、本日は宮崎大学の清武キャンパスに来ております。いや、声が小さい、声が。ちょっと待って、こら、声が小さいって聞こえんから。ちょっと待ってよ。何ですか。いやいや、病院やから。あ、病院やから。マジで患者さんとか寝てるから。キャンパスっていうやつ。いや、キャンパスやけど一緒になってるんです。あ、そうやと知らなかった。ごめん、声でけよ。すいませんでした。やめろ。今日はですね、うん、宮大のスーパードクターを探せというね、ほうほうほう、新しい企画ですか。そうなんですか。僕のね、イボジを治せるね、お医者さんを探しに来ました。勝手に病院行けよ、それは。お前一人で。じゃあイボジを行きますか。じゃあ行ってきます。いや、違います。え、違います。何ですか。いや、今日は、はい、まあ、2人あんまり美味しいご飯食べてないだろうなと思って、美味しいご飯を学生に作ってもらおうっていうシリーズ第2弾で、今日は学生の自宅に行って、はい、ご飯を振る舞ってもらいます。どこ行けばいいんですか。で、まずは学生が、はい、あの、待ってるってことなんで、はい、学生が、はいはい、自宅に今から行きましょう。はい、わかりました。やめろ、お前やめって。こんばんは。え、今回ご飯作ってくれるのって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お前全然見えてね。どうも、よろしくお願いします。爽やか、めっちゃ爽やかやな。そうなんですか。はい、というわけでですね、学生さんのお部屋にやってまいりました。はい、そんな大きな声ですね。はい、はい、ということでね。じゃあお名前ちょっと聞いていきましょうか。はい、はい、原沢智弘と言います。原沢くん。はい。ねえ、でもあれでしょ、原沢くんは医大ってことでしょ。ああ、宮崎大学。そうです、ね、清武キャンパスってことは、はい、だから医者の、え、何、卵ってことになります。医者玉。はい、医者玉。医者玉って言うんですか。銀玉みたいに言うな。はい、この部屋すげえな。いや、おしゃれですよ、学生の家は。前回もそうでしたけど、茶色と白で統一されている。もうだって成功してるやん、うん、見た、あの時計のおしゃれさとか。おしゃれやね、あれもね。で、本も見て、そこの雑誌とかも多種類。釣りの本、カメラの本、 iPhone アプリ開発っていう。アプリ開発の本。すごいですね。そもそも、なんで医者になろうと思ったんですか。まあ、そうですね、やっぱお父さん、おじいちゃんがお医者さんっていうのもあるんですけど。おじいちゃんも医者で、お父さんも医者やと。ただそのおじいちゃんが今都城で、うん、あの開業してやってるんですけど、うん、やっぱ呼吸器科をやってるんですけど、呼吸器科、はい、で呼吸器科都城何軒かあるんですけど、うん、まあ、おじさんもやってて。すげえ、マジで。その2人呼吸器科で2人医者がいるっていう病院がなくて、うんうん、やっぱ2人いないと結構こう休館とかに対応できなかったりするので、やっぱ常にいて1人は、はい、その中で自分もまあそこに加わって地域の医療できればなっていうふうには思ってますね。じゃあもうそろそろ、ね、ご飯をくれるって聞いてきたんだよ、うん、料理を振る舞ってもらえるっていうふうに来たんだけど。それはもう医学部生のキラキラした話はもういいよ。じゃあその代わりって言っちゃなんですけど、はい、その悩みを聞いてもらって。いや、無理ても医学部生の悩みとか。いやいや、そんなそういうのじゃない。じゃあもう聞くだけね。はいはい、ちなみに、はい、じゃあ聞くだけ聞くわ。じゃあちょっと何悩みって。もやっぱ彼女ができないんですけど。それはね、ちょっとね、できますかねっていう。ハラピー、はい、ハラピーの流れつきましたけど、聞く相手は間違ってるよ、それは。いや、でもお二人ともかっこいいですし、お笑い、かっこいいなのは知ってるけど、かっこいいのは知ってるけど、これもういいよ、本当のこと言っていいですか。俺1年以上彼女いないっすよ。お前言ってる。俺ずっといないっす、1回も。何ですか。こいつ彼女いない歴29年っすから。ずっといないです。募集はしてるんですけどね。いやー、めちゃくちゃかっこいい。かっこいいな知ってるんですよ。なんやろうね、モテん？モテんと全然出ないですね。だってスポーツもやっちゃっちゃう。ラグビーもやってるやん。モテ要素めっちゃ重ねてるやん。まあラグビー部員とかを中心に言われるのは、うん、まあ結構めめしいみたいなこと結構言われちゃうんですよ。分かった、じゃあ空手やろう。もう忙しいからラグビー空手勉強。
僕はもうこの部屋見た感じもうゲームとかあるから、はい、オンラインでいろんなやつを口説いて、はい、友達になって付き合っていけばいいんじゃないかな。あ、でもそれやったらさ本当に内面から行くから、そうそうそう、あ、話だけですもんね、うん、そうですね、うん、空手よりがいいですね。あ、やべ、現実的。空手よりかは現実的。あとはまあ、ご自慢の料理っていうか、まあ、作る料理みたいな。そうですね、もうそんなに難しいものではないですけど、簡単に食べてるの。これどうやってちょっとずらすと。はい、ということでね、料理が完成したということで、はい、すごいですね。こちらが麻婆茄子、はい、ホイコーロー、手際がうまそうやもん、これマジで。早速ね、腹減っちゃうからね、言ったら。じゃあ俺から食べていいかな、はい、いただきます。うまいでしょ。どうした？これ元使ってねえやろ。使ってないです。え、じゃあしっかり辛いもん、これ調味料だけでこの味を作ったってことですか。そうですね、甜麺醤と豆板醤。すげー、これあの元使うとね、こんな辛くならんですよね。これね、お店の味。あー、うまい。いや、まあ、なんやと、店出す気やって。いや、そんな。ちょっと待ってくださいこれ元入れてねえやん。何の元？めっちゃお米が立ってる。美味しいですね。ありがとうございます。これ何用の豚？あ、豚バラです。うめえ。マジでうまい。コメントとかもっとないですか？こううまいとか。うま、うま。美味しい。これ、その味どうでした？あー、味聞いちゃう。これはもうね、ちょっと聞きたいなと思って。味聞いちゃうか、お前言ってやれよ、お前いつもの味。てげ十でございます。てげ十って何ですか？大丈夫です。十、てげ十でございます。普通さ、3とか5とかじゃね、上限が。いやいやいや、てげ十やって、何まで、何までやと。いや、十までです。それではね、皆さん、彼女募集してます。募集してます。お願いします。はい、OK です。いやいや、あー、美味しい。うん、もう俺が前ハイパラ行った居酒屋のまかないよりうめ。ありがとうございます。いや、うまかったー。これは美味しかったです。いや、僕ずっと居酒屋で働いちょって、まあ、中華系の作りよったんすよ。だからちょっとバカにしょったんすよ。絶対そんな美味しくないやろな。めちゃくちゃうまい。そう、だから豆板醤と甜麺醤って言ったっけ。あとは教えてくれんかったんですけど、調味料もふんだんに使ってましたね。そうなんで、中華料理とかってね、ちょっと失敗すると油結構使うから、ただギトギトなって終わっちゃったりするんですけど、見た目も良かったですね。ご飯おかわりしましたもん、こいつ人んちでね。ご飯おかわり、ゲームしてご飯食べておかわりして、マジになりたがりすぎて。ただ本当この企画としては、彼の株が上がっただけで、チキナンさんは向こうに行って適当な恋愛相談受けてゲームして終わってました。すげえ、すげえ、このロケ本当よ。このロケはダメでしょ。なんやと言われ。いや、でも彼女の相談はすげえ考えたっすよ。1年おらんやろ、29年おらんがな。でも、こいつは魔法使いになりたいだけなんですよ。的確な、そう、あれはしましたから、でも、ね、答えは出しましたから。オンラインでね、でも彼はね、それで彼女ができないって言ったらね。そうよ。でも、なんか逆に高嶺の花みたいに見えてるんじゃないの、ね、医学部でスポーツマン出て、で、料理もできてですよね。ーパーフェクトじゃないですよ。いや、今テレビ、俺を見た人が多分聞いてくれる人いっぱい出てくると思う、はい、俺めっちゃ欠点探したんですけど、はい、1個もなかった。なかったセンスもいいしね、彼はね、おしゃれ優しいし、うん、はい、ということで以上、すみます芸人の行きますキャンパスでした。ね、また2人遊びに行くと思いますのでね、はいはい、家は買ったんでね。ここらて、以上九州と言ったね、続いては、こちらです。 CM の後は九州一押しです。次はあなたの街に行くかもしれませんよ。